こんにちは。思考改革であなたの人生にミラクルを起こすカウンセラー片岡伸恵です。今日のお話はマスクについてですね。皆さん、今マスクつけておられますか、外してますか。3月にねマスクをつけるかどうかっていうのは自主判断に任せるというふうに、国からの通達がありましたね。そして5月になってコロナ自体も5類に変更されるということで、どんどんマスクをしなくてもいいよという風潮になってきつつあります。ですが、まだ街の中見ているとマスクをしている人の方が多いような気はしますね。そんな中で皆さんどういうふうに判断していらっしゃるのかなというお話なんですけれども、私はねすでにも屋外では外しています。屋外ではしないようにしているし、近くのスーパーとかコンビニで買い物する時も、特に自分から声を出して喋ることもないし、一人なので外してそのままお店の中入っています。だけど一応カバンの中にはいつも入れるのは入れていて、電車の中とか、密室ですねに入るときはつけるようにしたりとか、あとお買い物行くときでも屋内の中入るときに、誰かと一緒に出かけているときなんかは一応その人のためを持ってつけるというようなことはしていますね。これは比較的多い一般的な判断基準なんじゃないかなと思うんです。私自身もそんなにマスクに対してのポリシーとかこれと言ってないし、で格別強い思いはないので、つけるのかと言われてそうか、じゃあつけようかなっていうふうに思いましたし、もともとそんなにマスクするしないで大して差はないんじゃないかなっていう考え方を持ってはいるんですけれども、だからといってそれを人に強要する気もないし、人に不愉快な思いをさせる必要もないしと思っているので、必要な時にはつけようかなぐらいのつもりでやってきていたので、そういう人が一番多いのかもしれないなとは思います。もともとそんなにつけるのには懐疑的というかね、大して意味ないんじゃないのと思ってたし、マスクをつけること自体もそんなに習慣としてなかったので、好きじゃなかったから仕方なくはつけてたんですけれども、どうせするんだったら楽しもうじゃないかと思って、いろんな色とりどりの不織布マスクを買って、ファッションとして楽しんで、お洋服と合わせてね楽しんでみたりということは工夫してみたりもしていました。今のねつけるとき、マスクをつけ始めるときにしてもそうだし、外すときにしてもそうです。結局判断って自分次第になるかなと思うんですよね。自分の基準値をどこに置いているかということで、そんなに不快な思いをしなくてもいいとは思うんですけれども、これをね同調圧力というふうに捉えたりとか、周りの様子を見て顔色見て決めているということになると、自分判断じゃなくなってきて結構ストレスになったりとかね、いうこともあるかなと思うんですよ。だから自分のちょうどいいところを探していく、自分の意思で決めているということを意識するだけで、随分とね同じマスクをつける外すという行為だけでも捉え方変わってくると思うんですよ。嫌だなと思いながらつけている、それはもう周りに合わせるから仕方ないと思ってつけている、周りが外し始めたから本当はまだちょっと不安だなと思っているけれども外した方がいいのかなと思って様子を見ているということで、基準値をね周りに合わせることに持っていくと結構ストレスになると思います。だけど、同じことなんですけれども、自分基準で、自分はこの場ではつけよう、この場では外そうとか、こういうふうに楽しもうとかいう感じの自分のちょうどいい気持ちいい方法を選んで、その先に、たまには人のためっていうのがあってもいいと思うんですが、それも人のためをやりたい自分がやっているんだっていう認識に変えるだけでね、ストレスは随分少なくなると思います。これからねより暑い季節になってきますから、マスク外される方多くなってくると思います。そのタイミングを測っている方も結構おいでになるかもしれないんですけども、いずれにせよやっぱり自分基準で決めていくこと、マスクだけじゃなくてですね、他のことでも周りに言われたからとか流されるように決めるよりも、その中にも自分の意思でそれを選んだんだという思いを持つことが何事も決定するときには大事なんじゃないかなと思います。ということで今日のお話はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは誰もが自分を大切に人生を楽しむヒントをシェアしています。お気に召しましたらチャンネル登録、高評価ボタンの方をお願いします。またコメント欄にご意見、ご感想、ご質問などいただけますと励みになります。どうぞよろしくお願いします。
それではまたお会いしましょう。さよなら。